今回は、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさんのロシア語を解説していきます。まずは、この文章。これは、V、な、サーマム、ジェイレ、ドーブルイ、と言っています。V は君は、で、この文章の主語。な、サーマム、ジェイレ、は生句で本当に。そうは見えないけど。周りにはそうは思われてないけど、実はみたいなニュアンスです。生句なので、一語として覚えるものですけれど、あえて文法的に説明すると、な、は、基本的に場所や空間的意味を表す前置詞。その他にも多数の意味合いを当てはめることができますが、この生句の場合、抽象的な場所どこどこにおいて何々であるという意味合いを当てはめることができるでしょう。ことわざ的な言い方に、にえ、な、スロバーフ、あ、な、ジェイレ、つまり口ではなく、行動で実際にというものがあり、この文では前置格の形になっていますが、ジェイレ、つまり行動を、抽象的な場所として扱っており、同じような用法で用いられていることがわかります。サーマムは、これが就職するジェイレの原型ジェイラが中性名詞なので、サームイの中性名詞形サーマヨ、前置詞なの影響で前置格とした形。意味はまさに何々そのものといった感じで、就職後の意味を強調します。ジェイレは、その原型ジェイラが、前置詞なの影響で前置格となった形。仕事、何々すること、行動といった意味合いです。つまり、な、サーマム、ジェイレという生句において、前置詞な、に抽象的な場所において何々であるという意味合いを当てはめると、ある行動という抽象的な場所において、まさに何々そのものであるというニュアンスになるわけです。では、次に、その何々にあたる単語の説明に行きます。ということで、最後のドーブルイですが、これは親切、優しいという意味。したがって、V、な、サーマム、ジェイレ、ドーブルイの意味的ニュアンスは、君は、君のまさにその行動においては、または、君のまさにその行動の中では、親切または優しいとなり、君って実は親切なんだよね、君って実は優しいんだよねという和訳になるのです。ちなみに、この文を実は親切だではなく、君は優しい人だ君は親切な人だとガチに言いたいのならば、な、サーマム、ジェイレではなく、フ、サーマム、ジェイレと、ないう前置詞の代わりに、フという前置詞を使えばよい、ということになります。ここでも、前置詞なとフの違いが、意味ニュアンスの違いに現れていて、面白いですね。次は、ウチビアトージェ・クラシーバヤ・フィグーラ。ウチビアトージェ、クラシーバヤ・フィグーラ、です。ウチビアは、君のところには何々があるつまり、君は何々を持っている、君には何々があるという、英語で言えば it is 何々という形式主語文。私は頭が痛いは、ウミニャーバリーと、ガラバー、つまり、私のところでは、頭は痛いを持っていると表現します。トージェは、同様に、同じく、何々もという、同一性を示す副詞。クラシーバヤは、形容詞、美しい、クラシー部位の女性形。フィグーラは、この文章の形式主語にあたる単語で、意味は第一義的には形。英語で言えばフィグアスケートのフィグア。この文章のように、特に人物について言うのであれば、口語的にはこの一語に良い容姿、体型、つまり、良いスタイルであるというニュアンスも込められています。あの子、タイプだと言えば、あの子、僕の好きなタイプだと言っているのと同じ、というような感じ。つまりこの文章は、君も私みたいに美しい金星の取れたスタイルをしている、となる。男性の体つきを良いというとき、筋肉隆々でマッチョな体も良いと表現する場合もあるので、あえてクラシーバヤを挿入しているところがポイントでしょうか。次は、トゥバヨスピアシエリチカタコエニヴィナエイミライ。トゥバヨスピアシエリチカタコエネビィナエイミライです。トゥバヨは所有代名詞トゥボーイの中性形。意味は君の。スピアーシシエは、スパーチ、眠るの、形容詞と同じ変化をする語尾を持った能動体スピアーシーの中性形。眠ったのい。スピアーシシャやクラシービッツァで、眠れる森の美女です。リーチカは、顔、理想の少子形、可愛いというニュアンスをつけた形。文に引き続いて出てくる形容詞の意味合いに合わせて、理想ではなくリーチカと言っているのでしょうが、あえて訳すなら童顔でしょうか。タコーエは、タコーエの中性形で、形容詞と共に用い、その意味合いを強調します。ニエビーンヌイは、形容詞ニエビーンヌイの中性形。罪のない、初々しい、汚れなき、無垢な、純真な、無邪気な、などなど。ミイライは、形容詞ミールイの中性形。可愛い、愛らしい、素敵な、などなど。複数意味のある単語は、どの訳語を取るかそれぞれですが、君の寝顔は、超無邪気でガチ可愛いとでもなるでしょうか。次は、いよいよ最後です。プロスタクラスヌイ。プロスタ、クラスヌイ、です。プロスタは、ただ、単純に。口語では、強調の意を持って全く、本当に。クラスヌイは、クラス、つまり階級のことですが、学校のクラスを指すことも、口語では、階級から派生して、第一級の、すごいとなり、
近年では英語のクールに当たるかっこいいという意味合いで使われることも。訳出するとすれば、クセマサチカのセリフを受けて、シンプルにかっこいいがベターかも。クセのセリフを考慮しなければ、今風の女子高生的に普通にかっこいいでもいいかな。というわけで、今回は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさんの音声ドラマのロシア語を解説してみました。本動画の URL は、概要欄にリンクしておきますので、未視聴の方は、どうぞ。ここからは、ちょっとしたロシア人豆知識を。ボイスドラマ冒頭でもアーヤが言っていましたが、ロシア人の女の子は、愛想笑いをほとんど、というか、全くしません。栄養スマイルも基本、なしです。ですから、初めて会ったロシア人の女の子に、冷たくされたと思うのは早計です。親しくなれば、愛想笑いくらいはしてくれるようになります。また、言いたいことは遠回しでなく、割とストレートに言ってきます。良い意味でも、悪い意味でも。ですので、ロシアっ子と仲良くなりたければ、長期戦で挑む心構えが大切です。あと、個人的には、ウクライナなまりのある、モスクワ弁が好きだったりしますが、まあ、どうでもいいですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。